でまず最初にねニュースコメンタリーのコーナーを始めたいと思うんですけれども、はい、まあ気になったニュースどうでしょう。厚労時間連続殺害ですか。やはりこれは結構重要な問題ですよね、で僕たちはねこの丸劇の中で、ずっと言ってきたことが、まあ、ありますよね。それは霞が関がいろんなものを握っているというところに問題があると。で多くの、まあ、金融機関であるとかさまざまな政治家のですね、法案審議を含めて、シナリオ書いてるのは誰か、そうですよね、あるいは予算についてもね、82兆じゃなくて実際には212兆が国家予算であるのに、そのうち大半を霞が関が握ったまま国会に審議させない仕組みが特別会計なんだってことも言ってきているわけですが、っていうふうな情報を含めて、やっぱりインターネットにかなり分厚く出るようになったので、やっぱり従来とは違って、本当に悪いのは誰なんだっていう、まあ、議論の矛先としてね、そろそろやっぱり霞が関が出てきているのかなと。で、当たり前ですが、もちろん、人を殺傷するような犯罪は断固糾弾されるべきなんですけれども、僕たちはそれはそれとしてですね、なぜそういう対象が選ばれているのかってことについて、やっぱりそのどうも、人々の意識がやっぱ変わってきている可能性があるっていうことをやっぱりちょっと注目してみたいなと思いますね。今までやっぱりあんだけ年金問題になった時に、彼らがねある種の対象になるっていうのはちょっと今まででは考えられなかったですよね、かなりマニアックな印象があったですよ。ちょっと言葉はね語弊ありますけれども、今武田さんがおっしゃったそのマニアックさを支えているのはやっぱりインターネットかもしれないですよね。実はインターネットを探せばね、もちろん霞が関機関のような抽象的な枠組みから始まって、その個別の法案あるいは個別のですね政策の背後で動いた役人の名前が結構全ての省庁にわたって今分かるようになってますよね。だから本気で調べればすぐに分かってしまうということから、昔だったらですね標的にならなかったはずの人がそれこそインターネットのデータベースを通じてあぶり出せるようになっている可能性もあるかもしれませんね、そういうある種のだから日本を動かしているのは誰かっていうことがまあ分かってきた、そういうある種時代世相をね反映した事件だったという、そういう解釈もできるんですね。そうですよね、もちろんですね犯罪が憎むべきだっていうこともさることながらですね、これテロですよね、少なくとも帰結においてはテロであって、もし役人が意思決定の その重要な部分を握っているとした場合に、その官僚、官僚の意思決定に影響を与えようっていう、意図があるか、あるいは意図がないにしてもおそらく帰結が生じる可能性があるわけでね、ゲワルトによるですね意思決定の操縦は、断固許されるべきことではないんでね、一般に暴力が許されないということを超えた問題はもちろんあります。やっぱりちょっと注意したいのはまだ何も分かってないんですね、この事件に関してはね、私もちょっと一つ新聞の、コメントをもらいましたけども、全然分かんない状態でコメントを取って、それがだんだん一人歩きしていくっていうそういう怖さを ね、ちょっと今回ね実感しましたけどね、だから僕らはまだね犯人の意図について議論するべき段階ではないんだけれども、おっしゃったように、そういう構図というのは社会全体にあるということは間違いなくてね、それとの直接の因果関係があったかどうかはまた別の話だけれどもってことですよね。で、役人も、そういうことがあるんだっていうことを意識するようになるっていうことはありますよね。で、それは、ちょっと僕によっては やばい方向性なのかもしれないと思いますね。そうですね。だって今まで霞が関がずっと握ってきて、それが変わらない状況で、これがテロとしての効果を持てばですよ、その握った官僚がテロにビビって何か決定するとかってことになったら、これはもう民主主義からますます離れていくわけで、近づく可能性がないです、ないですよね。ないですか。でもそれはつまりそういう嫌われないようにしようとかね、嫌われないようにしよう、ポピュリズムになっちゃうかな。それはポピュリズムというか、そのごく少数の変なやつを怖がるってことになりますよね。それはね、いいことですよね。